常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、内容気に入ったらね、ぜひね、Thanks ボタンでご支援いただけると、助かります。で、昨日ですね、まあ、アップさせていただきました、元陸将のね、渡辺義和さんとのね、まあ、対談なんですけど、大変な反響をいただきまして、本当にありがとうございます。詳しくはね、今日はまた続編というか、もっと超マニアックな話、ちょっとジョネソンそれ、軍事機密なんて言えませんみたいなお話も含めた、まあ、結構ロングなお話をですね、八重洲イブニングラボの方でアップしてますので、よかったらプレミアム会員になっていただければね、それ聞けますので、ぜひ来てください。あとね、あさってね、参院選の、未来を占うということでね、元産経新聞の石橋文人さんをお呼びしまして、八重洲イブニングラボ講演会もやりますので、こちらまだチケットありますので、ぜひ皆さんこちらも、無料会員でチケット買えるんでね、ぜひ来ていただければと思います。で、今日はですね、その、まあ、ウクライナ情勢のね、最新アップデートなんですけど、ロシア軍、まあ、セベロドネツクから追い出したんですが、まだ、ウクライナ軍のピンチは続くと、いうお話をしたいと思います。エドワード・ルトワックさんがね、いらっしゃる CSIS というね、アメリカのシンクタンクあるんですけど、非常にわかりやすい地図をね、作ってくれたんですよ。はい。なんで、これちょっとまずお見せしちゃった方がいいかな。はい。こちらでございます。わかります？はい。ウクライナに展開してるですね、ロシア軍とウクライナ軍のね、まあ、配置図というかね、この、地図上のね、まあ、配置を、表したものです。赤がロシア軍、青がウクライナ軍ですが、何か皆さん、もう皆さんお気づきですよね。お気づきですよね。ロシア軍やたら数多いでしょ？ね。で、さらに言うと、この東部地方に相当集中してますよね、ロシア軍ね。はい。ね、こんな感じなんですよ。はい。ということで、まあ、ちょっと今消えちゃったので、もう一回出すとね。はい。もう一回ちょっとこれ見せますけど、こういう感じね。はい。東に集中して、南の方意外と薄いんですよね。まあ、こういう状況になってると。ね。で、まあ、ロシア軍はだからこれだけ戦力いるので、取られたセベロドネツクをですね、取り返そうとね、まあ、相変わらずちょっかいを出し続けているというのが現状です。で、この点についてですね、ISW、アメリカのね、もう一個別のシンクタンクね、戦争研究所の方がですね、まあ、最新のレポートでこんな風に言ってるので、ちょっと読ませていただきます。ロシア軍はウクライナ東部のいくつかの場所で攻撃活動を継続したが、6月7日の地上攻撃では、大した、まあ、その、ゲインですね、利得を得ることが、確保することはできなかったと。ロシア軍はセベロドネツクの大部分を占領したと思われるが、ISW は同市内の地形の正確な支配を確認できていないということで、まあ、ロシア軍はですね、セベロドネツクにも反撃してきたんですね、実はね。反撃してきて、で、まあ、大部分取ったと言われているんですが、どこまで取ったかわからない。まあ、これは昨日ね、別の動画でそのプロの監修のまあ話もしましたけど、通り、ね、一本ね。ね、もうここの区画とかさ、建物1個取った取られたで今もう大激戦やってるので、どこまでやったのかってちょっとよくわかりませんと。まあだから一回ウクライナ軍を押され、取り返し、またロシア軍を押してっていうまあこういう状況ですね。まあ何せほら、戦力差がこんなありますから。ね。こんなあるので、まあ相変わらずロシア軍は数に任せて押してきていると、いうことです。で、ISW は同市内の地形の正確な、まあ、支配を確認できていないと、して、さらにですね、ロシア軍はバフムート北東の高速道路へのアクセス確保と、ウクライナの通信網を脅かすための攻撃を再開するために、バフムートの東にも部隊を再配置していると。南軸のロシア軍はザポリージャ州からヘルソン州に向かって再配置していると伝えられると。いうふうに言っております。はい。で、まあ、現状ね、まあ、こういう形でですね、まあ、先日、まあ、先日というか、まあ、その、全体のね、こう、まあ、図をね、渡辺さんね、昨日ね、全体の図を見ろというふうに昨日言われてて、まあ、戦術面でもウクライナも優れててんだけど、ね、セベロドネツクだけ見ないで全体を見ろというふうに言ってますが、まあ、現状ですね、まあ、ここの、もう何度もこれお見せしますけど、このね、彼らがですね、まあ、この集中して、この、東部のね、セベロドネツクにものすごい集中している関係で、南とかですね、そうか、東の一部もね、ちょっとこう手薄になってると。で、ここはウクライナ軍が今バンバンついていますという状況でございます。で、この点についてですね、プロにちょっと今日ね、聞いてみたんですね、感想をね。そしたらね、プロ曰くですね、やっぱりね、東部は苦しいと。率直ね。ウクライナ軍東部苦しい。まあ南部は、で、それでね、戦力の薄い南部っていうのはやっぱ、牽制に過ぎないと。二軸で言ってるとは言っても、南部牽制、東部主軸で、東部苦戦中というのが、まあ実態だというふうにプロは言ってます。で、こういう状況ですので、ウクライナ軍はですね、包囲される可能性っていうのは常にあるらしいです。で、その場合ね、プロ曰くですね、包囲されそうになったら、躊躇なく撤退で良いと、いうふうに言ってます。これはもう渡辺さんも同じこと言ってましたね。
はい、包囲されそうになったら躊躇なく撤退すると。ね。で、ただね、退路がある限り、押したり引いたりして、まあ、相手のね、出血を強要した方が良いと。はい。これが、まあ、プロの意見です。で、こういうことができるのはですね、非常に優秀な指揮官がいないとできないので、まあ、ウクライナ軍にはその能力があるんじゃないかと、いうふうに、プロは言ってました。で、同じことをですね、渡辺さんにも聞いてみたんですよ。はい。渡辺さん聞いて、こんなふうに聞きました。ウクライナ軍は包囲されたら無理せず一旦引いて、ロシア軍を削って、削って、時間稼ぎでいいんですかねと。ね。それで、欧米の支援を待つということでいいんですかというふうに渡辺さん質問したところですね。渡辺さん、こういう、ご回答でした。基本的にはそれで良いですと。ウクライナ軍はドンバスのトライアングル地帯に、数千の陣地を、構築していますと。この陣地を利用して地帯作戦を行えば良いと思います。ただ、後退するだけではなく、チャンスを見逃さず、反撃できるときは反撃した方がいいですというふうに渡辺さんはおっしゃっております。まあこれもね、まさに昨日説明したですね、ミッションコマンドができれば、まあこれは十分できるはずだと、いうふうに渡辺さんはおっしゃっておりますので、まあそういう意味ではですね、ウクライナ軍ね、まあちょっと撤退はあるかもしれませんが、その中で相手を削って削って反撃みたいなね、まあ展開があるでしょうと。で、プロが言うにはですね、こう、まあそれで時間稼ぎをしているうちにね、まあ間もなく反撃体制が整うでしょうと。で、反撃体制整ったら、まあ、これでロシア軍は、まあ、下手するとですよ。まあ、渡辺さんなんか言ったのは、この反撃でゲームオーバーになるかもしれないぐらいの、それぐらいの、まあ、可能性はあると、おっしゃってました。実際ロシア軍はですね、まあ、昨日の渡辺さんの解説そのまま言いますけど、キーウとハルキウでボロ負けして、で、ボロ負けした、部隊をですね、ガッチャンコしてね、二つをガッチャンコして一つとか、三つをガッチャンコして一つとかやったんですよ。で、それを今投入してるんですが、それも今削られて削られて、ガッチャンコしたやつが、削られたやつをさらにガッチャンコ。ガッチャンコガッチャンコみたいな今、状態になってます。はい。中古車でニコイチってやつありますよね。ニコイチした中古車がまた事故って、もう一回切って、三個一、四個一みたいな状態なんですよ。はい。なので、まあ、下手すると急カーブ曲がったらもうそのままもうぐにゃっつってもうなんか、で、車体が崩壊するかもしれないみたいな、まあ、そんな状態ですので、欧米のですね、まあ、強力な武器ね、まあ、昨日はまあ、ミサイル、多連装ミサイルシステムのね、話も出ましたし、あとまあ、榴弾砲ね、こういったものもね、火力ね、強力な火力がこのウクライナ軍にね、まあ、提供されば、今、この火力でもですね、精密射撃でもってロシア軍をある種圧倒しているウクライナ軍ですから、これに数も加わるとですね、まあ、かなりロシア軍は厳しいことになるでしょうと。はい。ということで、今回ですね、ウクライナ軍の戦術はですね、まあよくね、包囲されたね、セベロドネツから追い出されたってロシアンフレンズがこう自慢げに言ってますけど、あんまりそれは意味なくて、むしろね、されそうになったら、完全に包囲される前にこう撤退して温存してね、で、敵にそのまあ、出血を強要すると。いう仕組みでね、常にこう地帯作戦。まあ渡辺さんおっしゃる通りですね、ドンバスのあたりにはね、陣地がたくさんあるわけですから。まあ、その陣地を使ってですね、敵をね、進撃を、進捗を遅らせながら削っていくということに徹すればいいかなと思います。で、ロシア側もですね、どうもそういう作戦だということが分かっているようで、欧米の支援のね、足を引っ張るような、ね、ことをね、まあ、主にプロパガンダなんですけど、やっております。これ実は戦争研究所のレポートに書いてありまして、ロシア軍がですね、その後方地域にね、対する砲撃ね、ウクライナ軍の砲撃、これがね、エスカレートしているということで、市民が犠牲になってるみたいな体のですね、プロパガンダをしきりに発しているという、まあ、レポートを書いています。さっきと同じレポートの中にね、書いてあるんですけれども、ウクライナ軍に対する西側のさらなる支援を思いとどまらせようとするために、このね、後方地域に対する砲撃を非難しているのではないかと。で、元 FSB の、イゴール、ギルギン氏ね、ストレルコフとも、知られているこの人ですけど、ドネツク市、ホリーフカ、マキーフカか。の住宅地に対するテロ攻撃をウクライナ軍が行っているというふうに批判したということなんで、まあこういったですね、まあ自分たちのその補給してる場所ね、まあこう当然住宅地なんかウクライナ軍狙わないんですよ。補給してるそのまあ、武器庫とかですね、陣地とか狙って攻撃してるんですけど、これは住宅街に対する攻撃だとね。ね、ウクライナ軍が市民を攻撃してるみたいな、まあそういうことをまあ一生懸命やってるということです。まあウクライナのですね、ソーシャルメディアなんかでは、その現地に住んでる人がね、そんなことありませんとか言って否定したりしてるみたいですが、まあこれはですね、ウクライナの軍事援助ね、ウクライナに対する軍事援助を停止しようとさせるですね、偽装工作だと、いうようなことをですね、まあウクライナ側も逆に反論しているということでございます。ということでですね、まあ今ですね、本当にそのまあ一日一日で戦況はコロ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 変わっていますが、全体の状況をね、昨日のまあ渡辺さんおっしゃった通りね、全体の状況をよく見てください。
ドンバスでね、ガチャ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 やってるうちに、全体ね、ドンバス以外のところから薄くなって、逆にウクライナがどん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 浸透していると。ね。で、さらにその背後でですね、西側からの軍事援助というのは着々とこうね、進んでいまして、おそらくある一定の地点を超えるとね、まあもともと6月末って言われてたんですけどね、あと2週間ぐらいすると、まあ強力な武器が入って、ウクライナ軍が本格反撃をする可能性があるのではないかと、いうことで、そうなるとですね、戦況が一気に変わります。で、渡辺さんはね、昨日ね、ウクライナ軍がもう 100% 勝つと。ね、もう断言されてましたけど、プロもね、まあ大体同じこと言ってました。私を監修してくれるプロも。大体ね、8割ぐらいの確率で、勝つでしょうと、ウクライナ軍が。ただ残り2割ね。この2割何ですかって言ったらね、大量破壊兵器。うん。まだ、諦めてないみたいですね、ロシアはね。はい。だからラスト2割の確率でですね、大量破壊兵器を使われる可能性というのはまだゼロではないので、この辺をですね、ちょっと気をつけないと、まずいかなと。いうことがあるんですね。なので、まあ、この辺も注意してですね、まあ、見ていかないとね、このウクライナ情勢見誤るので、セベロドネスクで勝った負けたもいいんだけど、全体見なきゃダメだし、ね、援助がどうなのか、国際関係どうなのか、それからね、なんかあれでしょ、ウクライナのオデーサからね、穀物積み出して、その、まあ、海の回廊を確保するとかいうのでね、ロシア軍が護衛するとかわけわかんない話出てましたけど、トルコ海軍がやるんじゃないかとかも出てますし、最近で言うとね、もう日本もそのね、守る部隊にね、その、まあ、回廊を護衛する艦隊に参加してくれみたいな、話も出てますよね。誰が攻撃するってロシア軍しか攻撃してくる相手はいないわけですけど、まあそういうのも出てるので、今後ですね、まあ戦いが長引くとするなら、まあどういうような形になるのかということもね、いろんなところで話が進行中なんで、全体を見誤らないようにしたいなというふうに思いました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとね、チャンネル登録ね、さらにね、Thanks ボタンでご支援いただけるとね、大変嬉しいです。それからコメント欄に感想なども書いていただきたいんですが、このチャンネル以外にもね、実は私チャンネルやってまして、はい。超速、常年司チャンネル、ニュースの裏虎というね、もう一個別のチャンネルがあって、そっちはね、割とマニアックな話とかね、いろいろやってるので、ただですから登録するの。よかったらですね、サブチャンネルの方もね、登録してください。下にサブチャンの URL も付けときますので、よろしくお願いします。ガオー。